今季16試合中5勝を挙げている黄金世代が今週の3億円大会も盛り上げている。暫定トップに立っているのは3月のヤマハレディースオープンカツラギで1勝を挙げている小岩井桜だ。幸運によりサスペンデッドになった大会2日目はスタートすることもできなかった。仕切り直しとなった土曜日の第2ラウンド。 R で6つ伸ばして2位タイで終えると、午後5時にスタートした第 3R では、午後6時39分の日没までに7ホールを消化した。そしてそこで3つ伸ばし、暫定ながら首位に踊り出た。高速時間12時間以上で25ホールをプレイした1日については、本当に長かったですと疲れた表情。 それでも優勝争いに食い込んでいることについては、昨日、大会2日目、から長丁場ですごく体力が削られたけど、いいプレーができたと思うと納得している。第 3R の5番では薄暗がりの中12メートルのバーディパットを叩き込んだ。ロングパットが難しいと思ってたんですけど、暗い肩が入るんじゃないかとキャディさんと話していました。 集中力を研ぎ澄まし、五感をフルに働かせた。8番のティショットから再開する日曜日は、雨の影響で第3ラウンドの開始が午後1時にずれ込んだ。さらに最終ラウンドは月曜日に持ち越しになることが決定。雨に振り回される一週間でもある。それでも自分のベストのプレーをするだけ、それだけを考えながらプレーしていきたいと。 何にも惑わされず今期2勝目だけを見据える。大会3日目終了時点で、トータル8アンダーの暫定3位には今期1勝の天本遥ト・そして2022年の、富士山系レディス、以来となるツアー優勝を目指す高橋・彩香の黄金世代2人も続いている。共に午後5時10分からの最終組でプレーし、 第 3R は7番のティショットを打ったところで中断になった。天本は全然グリーンが見えなかった。でも無難にここまで来ましたと、夕暮れ前のラウンドを振り返る。真珠はザーザーでしたと決して静かな気持ちでは迎えられなかったが、6ホールパーを並べ上位争いに踏みとどまっている。周りが素晴らしい選手ばかりなので、負けないようにと思うけど、 ペースを崩さないようにと自分のゴルフを貫くつもりだ。同じ週に開催される海外メジャーの KPMG 全米女子プロ選手権では渋野ひな子が上位争い中と海の向こうでも同世代が懸命にプレーしている試合はもちろん見ていますたくさん刺激をもらったのでこっちでも頑張ろうと思いますと切磋琢磨の気持ちは強まるばかりだ。 そしてこちらも6ホール連続のパーで長い一日を終えた高橋も疲れましたと苦笑い。午前3時30分に起きて早朝に7ホール。そこから午後5時過ぎの第 3R 開始は心身ともに答えた。暗がりのプレーでグリーンが全部平らに見えた。あまり視力が良くないので全然読めなかったです。その中で積み上げたパーだった。 今年は6年ぶり優勝の荒垣ひなや、3年ぶりの大里桃子と苦しいシーズンを送っていた同学年選手の復活も目立つ。自身も2年ぶりの勝利を目指す中最近みんな強くなってきているので、私も負けないようについていきたいという刺激を力に変える。